カンナ・福知川は沖縄島中部を流れる二級水系に指定された河川である。福知川、あるいはカンナ川とも呼ばれる。沖縄島北部の赤量を構成するカンナ岳からガラマン岳にかけての南東斜面に発し、南あるいは南東へ流れカンナダム貯水池のカンナ湖に至る。カンナ湖南西端のカンナダムから流出し南西、あるいは南へ流れ、 カンナ集落の西端部にて、カンナ湾に注ぐ。上流部は、支流が樹脂状に細かく分かれており、谷が深く V 字国の様相を呈している。また、流域の大部分は、在日米軍基地キャンプハンセンの敷地となっており、一般市民の立ち入りが制限されている。中流部の、現在カンナ湖の固定となっている地域は、福地源と呼ばれ、 17世紀以前に水田が開かれたと考えられており、沖縄戦直後まで縄城として利用されていたが、地域農業の砂糖機微への転換や在日米、軍用地の土地収容のため使われなくなった。ダム建設以前においては、川口から1 6トルの地点で支流の一番ガーラが合流していた。下流部は傾斜が緩やかであり、 川口から1 1キロメートルのカンナダム直下まで海水の素状がある。ダム建設以前は大潮や台風の時に川口から2 2キロメートルまで海水の侵入があった。下流部でフェイヌカーラが合流する。川口付近に干潟や湿地があり、旧カンナ橋より上流にひるぎ林が見られる。ひるぎ林は上流部の開発による赤土流入や、 護岸工事のため大幅に減少した。カンナダム建設の二重事業として、川岸に昼ぎの植林が行われている。ABC、カンナ福地川水田遺跡発掘調査報告書、グアーヌ地区1966年から1976年の観測地、ギノザ村市、ピアニッシも11から12、沖縄における、 多目的ダムの建設ピアニッシも435から446、ギノザ村市ピアニッシも32から35、沖縄県主要推計調査書 P18。ありがとうございます。